ミラクル忍者ガンバーチームなんだ。でも闇のリウスにかけられた呪いのせいで正体がバレると父ちゃんみたいに犬になっちゃう。普通の小学生が事件ともなればヒーローに大変身。人間界を守って一生懸命戦ってるのに誰もそれが俺たちだって知らないなんてさ、ああ秘密のヒーローは辛いぜ。陽介はビリビリ人間。稲妻か。こいつだ。ゾイワコノイワコ魔界やゾイワコ、暗く冷たい魔界の海より今こそいでよ我が前に、タズラムサライヤー。ゾイワコピリピリ。電気ウナギ魔界獣よ、お前には魔法で人間の心をしびれさせる力があるな。ビリピリ。その魔力でこの世界に破壊と混乱をもたらすのだ。待て、私にはかけなくても良いのだ。ビリ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 。イエーイ。かったるい作戦なんかいちいち考えてられっか。電気ウナギ魔界獣、構わないからそこいらの連中を片っ端からビリビリ野郎にしてしまえ。ゾイワコビリビリ。イエーイ。乗ってるかい。イヤオ。我ながら見事な変装の術、これなら怪しまれずに父兄参観の教室に入れるだろう。ぎっ、また出よったな。にゃおにゃお。あ、お釣りは結構。ついにこの日が来たのね、ようちゃん。そうだね。一流の塾に通っているようちゃんの力をみんなに見せるのよ。ママに恥をかかせないでちょうだいね。やってみるよ、できるだけ。愛子先生に挨拶してきます。後でね、ようちゃん。ねえ、あなたのお母さんってどの人？まだ来てないのよ。へえ、陽介の母ちゃんってそんなに気合い入ってんの？もし先生に当てられて答えられなかったらどうしよう。大丈夫よ、きっと先生も優しい問題を出してくれるから。うちなんか父ちゃんも母ちゃんも来ないから気楽なもんさ。ちょっとお姉さまを忘れてない？姉ちゃんなんでここに？お母さんは保育園で忙しいから私が代わりに来たの。いいこと、私に恥かかせたりしたらお小遣いカットだからね。失礼。すげえ格好。パ
前だ。あ、ネギャ、来てやったぞ。え、父ちゃん、なんだよその格好は。店が忙しいところを来てやったんだ。ありがたくもね。でもよ、うん、ちょっと緊張しちゃって。もうすぐ先生来ちゃうよ。ようちゃん、はあ、どうして僕ってこう気が小さいんだろう。おビリビリ、今日は皆さんが待ちに待った父兄参観日です。皆さんの学校での姿をお父さんやお母さんに見ていただく良い機会です。緊張しないでのびのび勉強しましょうね。あら、陽介くんは？さっきトイレに行ったんですけど。まだ踏ん張ってんじゃねえの。まあ失礼な。うちの子は優等生なんです。あなたみたいな下品なこと一緒にしないでちょうだい。どうしたの？じゃらーん、日曜日だってのに授業参観なんてやってないで表へレッツゴー。青春は一度っきゃねんだぜ。ようちゃん、一体どうしちゃったのよ。へいマミー、俺は目覚めたんだ。教科書や塾や問題集に使った青春なんて、あ、真っ暗闇だぜ。ようちゃん、ああ小太郎、リキア、どうだい、一丁こいつでバーッと。陽介、やめろ。陽介くん、すぐに教壇から降りなさい。ビリビリ。 あれ、僕どうしちゃったんだろう。イエーイ、聞いてるかい。あたいの教室で勝手な真似は許さないよ。授業を始めっから教科書を開いてちょ、ベイビー。今度は愛子先生かよ。けしからん。このクラスの教育は一体どうなっとるんだ。おやめなさい、教育者たる者が何というはしたない真似を。私ったら何を。イエーイ。ヘイヤングメン、さらいはさらって青っちょろい顔並べ合って体鍛えておじちゃんと一緒に世界の平和を守ろうじゃん。どうなってんのパパ。え、どうしたいベイビー。おらおら、欲しいやったらなこなこ持っていけ持っていけ。大人ばっかり起きやがって。うるせない。いつも変なところに車止めやがって。いや、金出してまずいジュースが飲めるかい。金。町の人々が突然暴れ出した原因は魔怪獣のようです。直ちに現場に来てください。そいつは面白い。すぐに行くから待っててくれよな。え、聞いたかベイベー。これから魔怪獣を倒しに行ってくけど、根性あるやつはカモンカモン。魔怪獣だって。おお、わけえの一緒に来るか。立派な防衛隊にしちゃうぜ。私は何をしていたのだ。イエーイ。ノリの悪い奴らだぜ。こんなノリの悪い奴らとはやってられ。およ、な、何。へい、ハニー、俺と一緒に遊ばねえかい。はい、ハニー、しびれちゃったぜ。やだ、ヨスケくん、来ないで。ママ、助けて。こっちよ、ユリカ。逃げても無駄だ。だって地球は丸いんだもん。おうぞ、こちらを。ほっといたら俺たちの正体バラすかもしれない。ほら、授業中よ。こうしてはおられん、わしも行かねば。ハニー、逃げないでくれ。やだ、来ないで。そんなに恥ずかしきあるな、ハニー。ハニー、素直にオイラの胸に飛び込んできな。ハニー、
小太郎いたぞ、こっちだ。ゆりかちゃん大丈夫？あれ様子が変だぜ。ギャハハハハハ、危ない。ゆりかちゃん、ちっちっち、日曜だってのに学校なんかにはいられないね。てんてんてん。まずいぞ。魔怪獣の仕業かも。起きろ陽介、いつまで寝てんだ。僕一体どうしちゃったんだろう。寝ぼけてる場合かよ。まずはゆりかちゃんを探さないと。そうだな、よしガンバチーム出動だ。おう、ゆりかちゃんを見つけるんだ。うん。ゆりかちゃんどこにいるの？あ、見つけた。駅に向かって走ってるよ。よし追いかけよう。仕事なんかやってられっか。首なんかもういいえ。乗ってるけ。市民諸君、これ以上の騒ぎは大変な迷惑になります。速やかに解散しなさい。人は無視しよって。どうしますか長官。どうするもこうするもない、答えは一つ、全員突撃。イエーイ。ビリビリアオ。あれは、おお、これは一体、へっ、いつもいつも偉そうに威張りやがって。この日が親父をビリビリにしまえ。おい、なんだ。いいぞいいぞ、やれやれ。あれあれ、大丈夫だぜベイビー。ゲッ、ヨスケ心配かけたなベイビー。また変になっちまったのかよ。へい、そんなネット脱いじまいなよ。ちょっと待ってくださいよ。はっ、面白いじゃん。脱がせるもんなら脱がしてみそう。やめろ。よし脱がすぞ、やるぞ、取っちゃうぞ。イエーイ、燃えるぜ魔怪獣。一丁闇の力でぷわっと行ってみようか。ぷわっとね。ビリビリ。魔怪獣よ、今こそ闇の力を解き放て。イエーイ。よりによってこんな時に出てくるなんて。うん、さっさとガンバルが呼び出して片付けちまおうぜ。どうする。こうなったらやるしかないだろう。よし、パーッと行ってみよう。スクラWe'll be right back.
コマンダーで変形したい。本当に一人で戦う気かよ。ああ、すげえ。かかってこい魔怪獣、一撃で倒してやるぜ。ガンバーソード。ああ、最初からガンバーソードを使ったらエネルギーなくなっちまうぞ。陽介のやつ、何やってんだ。行くぞ、ガンバーソード。下手くそ。わお、ビリビリ。ビリビリ。あ、頑張るガンが壊れる。陽介の下手くそ。何？下手とはなんだ。下手とは。下手だから下手だって言ってんだよ。どうせ変化してる場合かよ。こんな。バカ！何考えてんだよ、陽介のやつ。そうだ、こいつは使えるぜ。おう、小太郎。父ちゃん、ちょっと協力してくれ。陽介！行くぞ、父ちゃん。陽介！なんだよ、受け取れ。どうしてたんだろう。やっと正気に戻ったか。イエーイ、我こそは霧隠れ長兵衛。わかったか、ドラ猫め。猫の分際にやまいきな。それに直れ、成敗してやる。イエーイ、覚悟。ギャオ、おのれ逃げるか。力也、上がってこい。おう。よし、反撃するぞ。おう。どうだ。少ししか残ってないよ。お前が使ったんだ。知らなかった。小太郎、一気に勝負だ。分かってるって。どうして俺はここにいるんだ。はて、わしゃなんでここにいるんじゃ。やえ、やば。ここはどこだ。私は一体何をやっていたのだ。魔怪獣はどうした。何がどうなっているのだ。思い出せない。小太郎くん、力也くん、陽介くん、一体今までどこに行ってたの。あ、そのゆりかちゃんはとっくに教室に戻ってきてるじゃない。
みんなを心配させてどこで道草を食ってたのか正直に言いなさい。あのバカ、今月はお小遣い抜きよ。いや、男の子はあれくらい元気な方がいいってもんさね、奥さん。私の教育方針が間違ってたわ。これからはもっともっと塾に行かせてビシビシ勉強させなくちゃ。岩子の岩子、魔怪獣ヤドリル、次はお前だ。ハズラムサライヤー。バンバン体操一番変身変身変身また変身変身変身。ガニで前に進学塾、ママへのサービス肩が凝る。だけどくじけちゃいけない。わからんわん。だけどくじけちゃいけないよ。しっぽの元気で吹っ飛ばそう。ワンちゃん世界はワンダフル。ガンガンガン頑張れ、ガンバ体操。変身変身また変身変身変身。ガンバと言いまくって世界を大混乱。闇の世界に大改造。だけどくじけるときもある。頑張る元気に負けちゃいそう。魔界パワーでお先真っ暗。ガンガンガン頑張れ、ガンバ体操。うわあ、学校が歩き出した。魔怪獣の魔法で学校に足が生えたんだ。頑張るガーで早く止めなきゃ。今度は俺たちの町に巨大な足が生えちゃった。海に向かってどんどん歩いていくぞ。このままじゃ町が海の中に沈んじゃうよ。次回元気爆発頑張るが、青空町が歩き出す秘密のヒーローに大変身。